レスリング柴田三條。どうも柴田です。先日無人島に天チムちゃんと一緒に行きまして、天チムちゃんのことが好きになってしまいました。今日は僕の気持ちを天チムちゃんにこの YouTube を通じて伝えたいと思います。まずはこの動画をご覧ください。天チムちゃん、この動画を君に捧げます。やりますか。どっから行きますか。今日は久々に沈めます。まあやっぱりトップはね、ちょっと涼しくなってきたからだんだん厳しくなってきたので、今日もとりあえず釣ってからトップ投げる。釣れなきゃね、釣りは楽しくないからね。なんで一匹釣ってから今日はトップです。ちょっと進みすぎ。GoPro のネックマウントがぶっ壊れたんで、アロンアルファでつけてるんですけど、アロンアルファでちゃんと接着するまで、ネックマウントが治るまではちょっと船に GoPro をただ置いてる状態。これ転覆したら GoPro までなくすな、やだな。あと真正面しか撮れねえなっていう感じなんですけども、しゃあね、GoPro のマウントが直るまではゆっくりやります。ん？これ釣れた、釣れたね。よいしょ、 OK、 釣れました。いや結構時間かかったな。はい、まあでもね、俺の天チムちゃんへの愛はこんな大きさじゃないから、まだまだいきます。やべ、引っかかっちゃった。いかん、これは危険だぞ。あ、折れた竿。竿折れちった、残念。よいしょ、あのスピニングがね折れちゃってね、こんぐらいしかない、もう長さ2ピースなんだけど、2ピース目のあの1個目のガイドのところまでしかなくて、すげえ間抜けな短い感じになっちゃいました。ちょっと紐出てきてトップ厳しそうな感じなんで、こんなクソショーもねスピニングになっちゃったけども、これでちょっとワームでやって帰ろうかな。ん？おっと、釣れてる釣れてる
釣れてる。でかい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 、結構でかいんじゃない。いやドラグが緩いんか。おっとでかめだな。どうしよう。おやべ、結構でかい。引っ張られる引っ張られる引っ張られる。ちょっと引っ張られるんだけど、ちょっとやばいやばいやばい。この穴釣りみたいな竿で釣れた。あで結構でかいんじゃない。綺麗なバスだね。オッケー、オッケー、釣れましたと。竿なんて何でもいいな、正直。竿で何だって釣れるわ。こんな折れたスピニングで。テンチムちゃん、これが俺の君への気持ちの大きさです。え、合ってるかな。これ当たってんのかな。これは釣れたね。わお。今日はよく釣れる。そんな感じでお昼前ですね。日が結構出てきちゃって暑くなってきたんで帰ります。はい。まあでも今日はね、テンチムちゃんへの愛の力で結構でかいの一匹釣れたんで良かったです。はい、また来ます。